塚くん、何をするつもり？冬月ちゃん、金貸してくんねえかな。いや、龍二のやつがね、金返すってうるさくて。やっぱダメか。俺なんかに貸したらいつ返ってくるかわかんねえし。行かないでください。前から言おうと思ってたんですけど、冬の月って書いて冬月、いい名前っすよね。冬は空気が乾燥してっから、今頃とは比べ物になんないくらい綺麗に見えるんすよ。心配しないでください。いつもの課外授業をするだけですから。Thank you.